1905年頃、地中海を航海中のオーストリア客船、蒸気船アフリカ号のギャレーやカナダのエアバス A340 から300型のギャレーギャレーとは船、潜水艦、列車、飛行機内で食べ物の調理や準備をする場所である。地上にある海軍基地のキッチンもギャレーと呼ばれる。日本でのギャレーは旅客機内のキッチンが最も一般的だが、キャンピングカー。 プレジャーボート、ヨットの用語としても使われており、鉄道車両の厨房を意味することもある。機内での飲食のために、ギャレーが設計された最初の飛行機は、ダグラスやクラフト車の DC-3 である。ギャレーキッチンは、家庭の台所のデザインの一種で、限られたスペースを最大限に使えるよう、またユニットの間の動きを極力少なくするよう、テーブルを置かず、 キッチンユニットがつながった配列に組み込まれたタイプを指す。ギャレーキッチンは高さ方向に作業することで収納スペースを増やすため、ぶら下がった鍋や皿のラック、天井から吊られた食器棚などがよく見られる。厳密にはキッチンユニットが対面2列に設置されたものをギャレーキッチンというが、U 字型キッチンも含むことが多い。初めて大量を生産された。 ギャレーキッチンのデザインはフランクフルトキッチンとして知られている。これはフランクフルトの住宅向けに1926年に建築家エルンストマイの指示によってマルガレーテ・シュッテ・リホツキーが設計した。フランクフルト市内で1万ユニットが導入され、当時最も成功し、社会的影響力も持ったキッチンデザインであった。デルタミュージアム。 デルタヒストリーアークラフトダグラス TC-3 ありがとうございます。